ご視聴ありがとうございます。今回は一年草を植える時の失敗しないやり方についてご紹介します。今回は1回目としまして、鉢や土、日向土などについて詳しく説明してますので、ぜひ見てください。はい、皆さん、こんにちは、開花園の三國です。今回はですね、結構皆様に役に立つことだと思いますので、どうしてもね、あ、勉強になったって、これくらいこれくらいでいいで、これくらいいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、であと皆さんからね、仲のいい人から、三國さん、三國くん、動画長すぎるっていうね、大変失礼な、真剣に喋ってる人に対して大変失礼な発言をする方がいらっしゃるので、はい、はい、短くいきます今回のタイトルなんですけど、黒板用意しました、はいね、ちょっと待ってね、書くでね、今タイトル考えてるんやけど今考えてるよ。絶対ってこう、OK？ 絶対に、はい、植え方。あ、植え方。講座。急にたっぷり、ね。もうね、絶対に失敗しないパンジービオラの植え方講座。はい。いきますんでね。いきましょう。はい。ね、今回はね、パンジービオラのね、植え方ですから、剪定の仕方じゃないですから。はい。単なる植え方ね、はいはい、これは他の植物にも必ず言えるんでね、ぜひこれをね、参考にしていただけたら一番いいかなと思います。はい、はい、それじゃあね、実践を踏まえて皆様にね、伝授していきます。実は言いますと、パンジービオラ一年草と言われてますけど、季節のある商品じゃないですか、で、皆さんね、寄せ植えに使う、花壇植えに使うとかっていろんなやり方があると思うんですけど、僕としては、こういう越冬するね、っていうか雪の降るところに関しては花壇植えでもいいんですけど、ポット栽培、でやるのも結構面白い楽しみかなと思っております。はい、で、今回ね、ポット栽培ね、コンテナガーデン、寄せ植えじゃありません、ポット栽培で失敗しないやり方をお伝えしますので、はい、ぜひ、参考にしていただけるといいかなと思います。はい、で、ポット栽培っていうといろんなポットがあるじゃないですか。園芸店に売られてる、おしゃれな、例えばね、専門店に売られてるちょっとおしゃれなポット、いろんなものがあると思う。育てるのと見た目ってまた違うんですよ。で、今回は育てることを中心に説明したいなと思います。はい、とにかく排水性の高いもの、こちらの方を選んでください。で、これ育てることを前提としてね、で、例えばおしゃれなポットって必ずね、これスリット鉢用意させていただきますだけど、おしゃれなポットに横穴開いてるやつってないね。で、おしゃれなポットでね、例えば下にこんなにたくさん穴開いてるとこなんてないもんね。ないでしょ。だからおしゃれと育てるは違うんですよ。なら生産所はおしゃれなポット使ってる？使ってない。そうやろ、ね、ほとんどがたくさん穴が開いてるポットにこうね、育苗してるんですよ。でスリット鉢はすごくいいんですけど、スリット鉢ってね、これがうちのオリジナル、ね、オリジナル植物です。ね、別名桃引きスリット鉢と言います。はい、でこちらはね、朝岡さんね、ポトス革命を起こしている愛知県の朝岡さんが開発した半透明のスリット鉢です。メーカーは一緒なんでね、形状一緒でしょ、全く一緒です。これもスリット鉢です。ほら、形状一緒でしょ、ほら、横のこういう風なあれがあって横に穴が開いてる、こういう風にあれしてるでしょ。これね、壁があるんですけど、これのスリット鉢、中に壁あるでしょ、こういう風な、こっちもあるでしょ。これ根っこがね、下に回ったやつを上にまた上げるって役割があるんですけど、なこれとこれとの違い、高さどっちがいいでしょう。リサさん、どっちがいいと思う、これとこれ、植物にとって。実を言うとこっちなの。なんで？ん？土の量が少ない。土の量少ないっていうことは水はけ早いやん。ここの距離が短いっていうことは、ここからすぐ水が出るで、すぐ流れる。もしもこっちが、これの場合は
土こんだけあるから水やった時に下ずっと濡れてるやん、うん、ね、ならこのここの面積少なければ少ないほど乾くの早いやん、うん、つまりこっちが定義。なんでこっちあるの、根を伸ばす3、4、ピンポン立ってるやん。そう、根っこを伸ばすためにロングバチっていうのがあるの、うん、それとか直根性って言って根っこが下に行くやつがあるの。特に例えばバラとかね、とかクリスマスローズとか、根っこが下に行くやつはこれがいいね。でも草花系の一年草に関しては正直とか違ったいいんやって。うん、ならそんなんでね、これとこれ、もう私一年草植えるから、パンジー植えるからこれ、ペチニア買うからこれとかってめんどくさい。最初からこっち買ってけん、両方使えばいい、うん、ね。で皆さんね、ここからが重要ポイント、はい、めっちゃ参考になると思うよ皆さんね。枯れた時の植物をひっくり返した時に、はい、どうなってるかっていうのは100人中90人がこんな現象起きてます。あ、なんか枯れてしまったと思った時にこういう風にポッとあるでしょ、で上に枯れた植物がありますね、あります。だから根っこがここまで来て、ここまで伸びててね、ここの土がひっくり返した時にこの土だけ残って上だけポロンと落ちる時あるでしょ。ある。これをカッてひっくり返した時にここだけ残ってる、うん、上だけパラッと落ちる、うん、上だけは処分できるんやけど、ここの土だけは落ちせる、ここだけは残る、残る。はい、なぜでしょう。固まってる。だから実を言うとこれを起きてるのがほとんど 99% と言っていいほど根腐れの結果です。うん、うん、つまり下まで根っこが伸びてない。根っこが伸びてればこの土も一緒になって落ちるでしょ、うん、根っこが伸びてないからここは残るんですよ。うん、よくあるでしょ今皆さん、よかったらいいね。つまり根っこが伸びてないってことはどういうこと。土が硬い。だら、欲しい。土が固まってる。だら、根っこが伸びてないってここだけに空気がない。空気がないっていうことはどういうこと。潰れてる。もう当たってる。よいよいよい。まあ硬いね。まあ硬いっていうか、そういうとここがずっと水で水が濡れてる、うん、状況が続くとここに根っこ伸びていかないんですよ。僕何でも言ってますけど、根っこは水を探しに行ってるんですよ、うん、ね、レッツゴーって言ってね、わかる、レッツゴーゴーっていう感じで知ってるの、根っこがレッツゴーって。でもここは濡れてたらいかんわけ、うん、実際のとこもっと下が濡れてると言えると、ここは濡れてるとあれで、ここでついてるとずっと濡れてるとどうなる。空気層がなくなって成長しない。成長しなくて根っこが水を探しに行かない。行かなくて、行かなくて空気層がなくなって根っこが腐る。腐る、ピンポン。根っこが腐るからどうなるの。上も腐れる。そう。でも下には水分が残ってるからひっくり返したら固まってるわけ。あ、サラサラしてない。そう、サラサラしてない。そういう現象皆さんたくさんあるでしょ。特に多いのこれ、業界から本当に文句言ったら僕に言って。特に多いのは花の培養土を使った場合です。へー、はい、花の培養土って売られてるものを使った時には意外とこれ保水性が高いんですよね、うん、で保水性が高いからここね、ここに水がずっと溜まってしまうんですよね、うん、はい、ということで皆さん、業界の言ってることを覆しています。はい、僕がスリット鉢を使ってる場合は全ての商品軽石入れてるんですよ、実を言いますと、うん、はい、岐阜農場で植え替えしてますけど軽石ここまで入れてます。本当ですよ皆さん、もしもうちの植物家族で物買った時横から見てください、軽石。でもね、僕らの業界はね、軽石入れなくてもいいですよって言ってるでしょ、スリット鉢は、うん、はっきり言います、入れた方がいいです。へ、はい、入れた方が失敗確率、こうなる確率がぐんと減るっていうことです、うん、ロングの場合ね、この場合はいいです、
こっちの場合ね、やっぱり入れといた方がいいです。それじゃどれくらいの量入れるかって言ったら、これロングですよね、これロング、これショートですよね。ほら高さ何センチぐらいの差がある？5センチ。5センチ入れるっていうことですよ。わかりますね。ヒューマ土はまあこの中に5センチぐらい入れる、まあこれくらい、これくらい、これくらい入れるとちょっと入れすぎたかな。皆さん手袋絶対してくださいね。でするとここの高さとこの高さが一緒になる、これね、一緒になる。そうするとここの部分がもう次はどの点の、もう土じゃないよっていうこと、こう石になってるっていうこと、石って隙間だらけないよね、はい、だから水がスッと流れる、溜まること 100% ないんですよ。でこういう風にしてから次に培養土入れるといいんですよ。次に培養土、そうそう、次に培養土を用意してください。僕がおすすめしている花ちゃん培養土、はい、ね、まあまあこれは皆さん自由にしてください。僕がただ単にいいなと思ってるだけであって、いいよ、他にも有名メーカーさんの土ありますからね、自由にしてください。まあこれが花ちゃん培養土、こうやってね、こうやってサラサラはしてないんですよ。水で濡れると団子状になるんですよ。それがいいんですよ。で逆に水をたくさん含むと結構ね保水性が高いんですよ。わかります？それを上から下まで入れてしまうとここずーっと濡れてるんですよ、うん、この現象起きてるの皆さんいつですか？冬、雨の日、冬、一番多いの夏なんですよ。と思うでしょ。夏ってさ暑いからさすぐ乾くじゃんと思うやん。ブッブッ、なら夏ね、夏ですよ。湿度の高い時に布団ベッタベタに濡らしてください。はい、表面すぐ乾くけど下なかなか乾かないんですよ。わかります？で夏ここの温度何度になる？40度。そうだから寝腐れ起こすわけ。結構皆さんそうでしょ、夏の時終わった時にこうなってる方結構いらっしゃるでしょ。でもそれがねショートやとあんまりないんですよ。へえ、そうないよ。ぐるーんと根っこ下回ってぐるーんといく。だから今回ねポット一年草を植える時にはね、ラベンダーとか違うよ、宿根草やから。宿根草って強いから、一年草は根腐れ結構しやすいから、ペチニアとかね、なるべく、まあ、ロング鉢買った時にはちょっとね正方形になるくらい、正方形ちょっと縦長になるくらいのとこまでヒューマ土とか軽石入れてください、はい、そしてからあの皆さんやり方を教えるね。こうやって真ん中開けるの、真ん中開けるので、真ん中開けてまあ何でもいいですわ、まあ、バケツをねここにこうやって入れるんですよ。こうやってね、こうやって入れると、これ結構植え込みするときに楽なやり方、覚えてよかったらいいね、ね、よかったらいいのお願いしますね。で先ほど入れたこれを真ん中に入れると、わかりました。で、まあ、パンジーさんね、ビオラさんね、ね、ビオラをこう取ります、ね、で、こう見て、まあ、最初に、あ、ごめんなさい、最初に土入れて、少しね、こういう風に土入れると、ほら、もう根っことね、もう土これくらいしかないんですよ。で、ポコンと入れて植えると。わかります？そうすると、土はここまでしかないんですよ。わかります？で、これが僕の言う最初のタイトル。パンジービオラが絶対失敗しない植え込みのポイントなんですよ、ね、ということでちょっと参考になりましたか、はい、ということでね、次回はもうこれちょっと今終わりましたんでね、次にパンジーを植える時のポイント、はい、今までは植えるまでのことを教えたでしょ、はい、次からは次回は植えた時に何をするか、例えば根っこそのまま植えていいの、そのまま花がらつまなくていいの、水どうするの、肥料や植えたらすぐ水やった方がいいの、そういったことをね次回の動画で解説したいなと思いますんでね、もし今回の動画良かったなと思う方は次回の動画も見ていただきたいなと思いますし、グッドボタンもしくはもっとそれなりにね参考になったっていう方はね、チャンネル登録していただけるといいかなとは思います、はい、以上です。ありがとうございます。